おはようございます。7月7日火曜日の東京インフォメーションです。都では、今年も献血推進運動の一環として、愛の血液助け合い運動を実施しています。新型コロナウイルス感染症の影響で献血に協力いただける人が減少しています。新型コロナウイルス感染症の拡大化でも、全国でおよそ3000人の患者が輸血を必要としています。 おはようございます。福祉保健局の松井です。都では今月三十一日までの一ヶ月間、愛の血液助け合い運動を実施しています。 献血は、こちらの都庁献血ルームを含め、都内13カ所の常設の献血ルームや献血バスなどでできます。献血ルームは、このように明るくくつろげる空間になっています。従来より感染症対策を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、さらに徹底した対策を行い、 安全な献血会場の運営に取り組んでいます職員の健康チェックや手指消毒のほか献血会場の良好な衛生環境を保持しています血液は人工的に作ることができず長い間保存することもできませんまた献血をしていただく方の健康を守るために一人当たりの年間の献血回数や 献血量には上限がありますそのため安定的に血液製剤を届けるには日常的な献血への協力が不可欠ですなお献血をされる方が一時期に集中することを避けるため献血の際は事前のご予約にご協力をお願いします。また東京都赤十字血液センターでは 編結にご協力いただける企業や団体を募集しています。皆様のご理解とご協力をお願いします。東京都は一斉帰宅抑制推進企業認定制度の今年度の募集を受け付けています。これは災害発生時の従業員の一斉帰宅抑制に積極的に取り組む企業などを認定するものです。対象は都内に本社や事業所があり、 一斉帰宅抑制の取り組みを実施している企業や団体などです推進企業やモデル企業に選定されると認定証や認定マークの交付が受けられモデル企業については認定式などを通して都がその活動を広く公表します募集期間は9月30日水曜日までです また、昨年度までに認定された20のモデル企業を含む74の推進企業の取り組みをまとめた事例集が作成されました。都は、この事例集を活用することで、一斉帰宅抑制に取り組む企業などを増やしたいとしています。事例集は、東京都防災ホームページで閲覧・ダウンロードできます。水道局では、水道水質モニターを募集しています。 このモニター制度は水道水の安全性や美味しさを体感することで水道水の満足度向上につなげることを目的に行われていますモニターは自宅の水道水を簡易水質測定キットを使って測定し結果をアンケートと一緒に水道局に報告しますこの測定結果は水道局のホームページで公表されます 報告した全員に水道局のオリジナルマイボトルがプレゼントされるほか、モニター体験を SNS などで発信した人には、さらに他のグッズがプレゼントされます。対象は、都営水道を家庭用で使用している給水契約者です。水道局ホームページの応募フォームまたはハガキで、来年1月29日までにご応募ください。募集人数は900人程度の予定です。 都内の新型コロナウイルス感染症の現状は、感染拡大要警戒です。都はマスクや手洗いなど、新しい日常を徹底して実践するよう呼びかけています。ここまで東京インフォメーションでした。